Bing ってアーティスト同士とか、そういう、なんか、所属の人たちと一緒にね、飲みに行ったりね、するの、一応禁止なのね。だから、ビーズのなんか、飲み会の時に、小田哲郎さん、クリーディン、池ちゃん、ビングの作家人と仲悪くはないけどね、基本的にね、ビングって、アーティスト同士とか、そういう、なんか、所属の人たちと一緒にね、飲みに行ったりね、するの、一応禁止なのね。だから、ビーズのなんか、飲み会の時に僕、マニッシュ呼んで、えらい怒られたことあるから あ、そうそうそう、デニーの送別会かなんかだ。で、それでマニッシュで、デニーが叩いてもらったからっていうのでね、マニッシュも呼んだんだよね、送別会に。そしたら、えらい怒られた なんでマニッシュがいるんだ、みたいな話でね。みたいな。そんな感じです。ラブファントムは邦楽史上最高の曲ですか？ラブファントム？ラブファントム、よくわかんないんだよな。だから。でも誰か言ってんだ。もしこの動画を気に入ってくれた方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。よろしくお願いします。